もも母、もも派。皆さんこんばんは、もも派でーす。はーい。なんか髪短いんだけど、エクステつける前だから、髪の毛が短いって感じでーす。宿毛矯正しに行くからね、エクステ一時的に外したんだ。前髪がないくて短いのが新鮮なんだよね。いつもなんか、前髪ありの短いのやったことあるけど、ま、でも前髪なしの短いの、似合わないね。なんかね、今日ふと思い出したことがあって、よくさ、男女の議題みたいな感じでさ、上がってくるやつあるじゃないですか。男女の友情ってあるかないかみたいなさ、ありかなしかみたいな話題ってよく出てくるじゃないですか。で、今までね、私ね、ずっとあり派だったの。男女の友情って。まあ、普通にあるだろうって。そんな性別関係なく友情悪くないって思ってる派の人間だったんです、ずっと。でもなんか、そういえば男女の友情ってないかもなって思ったエピソード思い出して。これでもね、全然今のエピソードじゃないよ。ちなみに全然昔のエピソードなんだけど、それをふと思い出したので、それをちょっとメイクしながら話そうかなって思うんですけども、まあなんか世間一般的にはさ、まあ、あり派となしか結構分かれるじゃないですか。で、大体こう男性側が言う意見としてはさ、こう男女の友情ありっていう女の子は、女の子はありだと思ってても、男の子がありだと思ってないとその関係って成立しなくないみたいな意見よく聞くんですよ。確かに女の子側がいくらなしって思ってても、男性側が仮にその女の子を少しでもありって思ってればさ、男性の力の方が強いわけだからさ、男性が押し倒してしまえばもうこっちのもんじゃんっていう話になっちゃうから、女の子がいくらなしでも男の子がありだったらもう成立しなくないっていう話だとは思うんだけど、私はそれでもいやいや成立するっしょって思ってたんです、昔は。昔はね、今日むくんでんな。なんか私むくんでない日ある？私むくんでない日ってあったっけ？それがさ、今からもう何年か前の話なんだけど、ふとそれをこの間思い出して、私がさ、なんかもう一人暮らし始まりちょっと前、なんかマンスリーマンションみたいなところにさ、なんか一時住んでたっていうか、まあ一時住んでた？まあ一時住んでたのか。住んでたんだけど、なんかマンスリーマンションって知らない人に説明すると、マンスリーマンションっていうのは、自分家ではないんだけど、なんか、1ヶ月間とか2ヶ月、3ヶ月ぐらい、期間限定で住めるマンションみたいのがあるのよ。もう家具とかは全部そこに置いてあるから、自分家から家具を持っていく必要はないの。でも1ヶ月間だけとか契約できて、まあ自分の1ヶ月分の服だけ持っていけばそこで普通に生活できるよ、みたいな。洗濯機とかも全部ついてるから。っていうところがあって、それを借りてた時があったの。一人暮らし始める前に、なんか一人暮らしをちゃんとできるか実験として、なんか、一ヶ月間だけ大学の夏休み中に借りてた時があるんだけど、今までは結構実家にいたから、一人暮らしっていうことで、めっちゃ友達呼んだの。自分の仲いいクリエイターもそうだし、もともと高校、中学、小学校とかなんかもう仲いい子たちめっちゃ呼んでたんだよ、とりあえず。で、みんなさ、まあ、新居祝いみたいな感覚で来てくれんのね。全然新居でも何でもないのに。だからみんなこう、お酒とかなんか色々と持ち寄って持ってくれんの。もうその時大学2年生、3年生ぐらいだったからもう20歳過ぎてたんだけど、私そんなにね、お酒強くなかったの。今はお酒全然弱くなくなったんだけど、その時代ってさ、私サークルとかにも入ってないし、お酒も全然飲まなかったから、マジでお酒全く飲んでなかったの。最近飲むようになったって感じなんだけど、だからあんまりお酒がさ慣れてなくて、でその日もなんかその友達呼んでたのね。でその子は異性なんだけど、もうめっちゃ仲いい異性だったの。昔からの友達みたいな感じで仲良くて、なんかその子ん家にも泊まりに行ったことあるし、でその子が私の家に来るのはその時初めてだったんだけど、別に泊まりに行っても何も起きないし、で一緒によく2人とかで出かけてたのね。で私の中だとも普通にめっちゃ仲いいみたいな感じだったんだよね。まあ、絶対そういう男女の関係にならなそうな人だったの、自分の中で。確実にお互いにって風に思ってたので、その時その子がなんか新居祝いにさ、お酒めっちゃ買ってきてくれたの。めっちゃ大量にこう持ち寄ってくれて、うわありがとうみたいな。その自分もさ、お酒あんまり飲んでなかったのもあるけど、甘い系のサワー系のお酒だったんだよね。まあサワー系のお酒だし別にいけるだろうって思ってたの、その時は。で、ありがとうみたいな感じで、まあお酒をこう飲むことになりまして、でその時にさ、まあお酒を飲んでたのよ。まあ夜からスタートさせて、夜、
まあ6時ぐらいに来てくれたのかな。その子も一人暮らししてて、私のその一人暮らしの家から自分家まで、まあ3、40分ぐらいかかるぐらいのところに住んでたのね。で、なんかゲームしながら酒飲んで、私結構酔っ払ったの、その時。もう初めてぐらいな感じで結構酔っ払ったの。まあ普段からお酒飲んでないのもあってさ、酔い度が早くてこう酔っ払って、うわーみたいになってて、なんかもう寝たら酔ってるし、みたいな感じだったんだよね、雰囲気的に。で、別に私その子今日泊まると思ってないからさ、確かにとか言いながら、まあこっちも酔ってるからあんま時間見てなかったのも悪いんだけど、結構な時間になってたの。え、終電ギリじゃねみたいな時間になってて、でも私ももう酔っててうーって感じになってたから、とりあえずベッドに行ったのよ。もうとりあえずメイク落としてベッド行ったので、なんかあもうそろそろ帰るよねみたいな感じで話してて、で気づいたら私寝ちゃってたの。あっと思って、こう気づいて寝てて、でどれくらい経ったか分かんないんだけど、もうなんか電気とかなんか暗がりみたいになってたの、電気が。でその人まだいたのね。であっと思って、やべえ寝てたと思ったけど、まあな酒が抜けてないのよ、なんせ酒抜けてないな、どうしようと思って、あれこの人といえば帰んないのかなって思ったんだけど、まあ時間見てなかった自分も悪いし、私もその人ん家に普通に泊まってた時あったから、まあ泊まるなら泊まるでいいかと思ってたのよ。でまあソファーもあるし、まあソファに寝てもらって自分ベッドにまあソファに、いざとなればソファに寝てもらってとか思ってたんだけど、その人がなんかベッドに来たのよ。でうちのこと多分まだ寝てると思ってるの。あやばと思って、なんでベッドに来たんだろう。あだ、まあ、別にベッドに来たところで何もないよなっていう自分もいたから、なんかそんなに変態みたいな感じじゃないのよ。なんでベッドに来たんだろうくらいの。ではその時、あ寝てるみたいなの声かけられて、あって思って、その時 なぜかわかんないけど何も反応しなかったんだよね。なんか多分もう喋るのめんどくさい、まだ こっちはちょっと起きてんだけど、あ話すのめんどくさいなっていうなんかもうね眠いし、実際起きたけどまだ実際眠かったから、なんかうーんってあんまちゃんと返事しなかったんだよね。その時の記憶曖昧なんだけど、ちゃんと返事しなくて向こうが寝てる寝てないのみたいな感じで言ってきた。でなんかうわーどうしようかな、返事しようかな、でももうちょっと眠いしな、どうしようって思ってたらキスされたんですよ。え、急展開でしょ、今聞いてるみんなも。えってなるでしょ、私もだよ。私も一番、えってなってた。そえ今、うちキスされた、ねえねえ、起きて。え多分、その人も酔ってんの。うわ、やばい。全然知らないテンションのその人がそこにいて、うわ、やばいと思ったの。でも、これでうち起きて、なんか、変に、求婚されたら、求婚間違えた。なんか変に、なんかされたらどうしようと思って、もうとりあえず寝たふりで乗り切ろうと思って、こうなんか寝返りを打ったふりをしたの。うーん、みたいな。で、そしたら向こうが一瞬こう、はってびっくりした感じを出して、一瞬びっくりしてたの。は、やばい、起きてんのかなみたいな。一瞬びっくりした感じを出して、向こうも多分、私と背を向けたのよ。その間ちょっと抱きしめようと試行錯誤したのかわかんないけど、こうなんか、触ってくる、聞きそうで来ないみたいなやつを、その人がちょいちょい繰り返して、私もう気まずすぎて、なんで、寝返り異常な回数打ったんだけど、異常な回数こう寝返りを打つことで阻止して、朝になったの。でも私気まずすぎてさ、で、昨日の出来事を話せなくて、昨日大丈夫だったみたいな、その人に言われて、もう酔いすぎてマジで動いてないんだよね。もうマジ酔いすぎて何も動いてないわみたいな。大嘘ね。めっちゃ動いてんのよ、途中から。寝られなかったから、もし何かされたらどうしようっていう恐怖で、だからなんか途中からもう恐怖だった、ショックと恐怖が混じり合ってどうしたらいいか分かんなかったんだよね。だってその人を追い出しても一応友達だからさ、もう終電もないし、そんな共通の友達とかもいるし、なんか気まずくなりたくないなって思って、でなんか朝起きてなんか適当にこう、昨日マジ記憶ないわみたいな感じのことを言って乗り切ったっていう記憶があるんだけど、なんかその時にね思ったんだよね、男女の友情は成立しないんだって。なんかさ、その人が普段うちのことを恋愛対象に見てなかったとしても、酔ったらまあそこにいるのは女性なわけだし、ってなったらなんかそうなっちゃうのかなって、酔ってる時って人って人格変わんのかなってその時思ってさ、あ男女の友情は成立しないんだなって思った。だって片方が成立するって思ってても、もう片方がそうじゃなかったらそれは成立ならないもん。お互い相違の上じゃないとね成立ならないよね、やっぱり。でその時に思ったから、私はそれ以降から男女の友情はなしって答えるようにしました。まあさ、人によってはありだなとか思ってたけど、まあわかんないよ、人の気持ちは。その人がいくらなしなし言ってても酔ってそういう風なことをしちゃうとわからないし、だから人間ってわかんないんだなって思いました。
まあすごい昔の話なんだけどね、これはっていうことでしたっていうのをねふと思い出してさ、そういえばそんなことあったなと思って。みんなはそういう経験とかありますか？もし私もそういう経験談あったなっていう方はね、男女問わずちょっとコメントしてみてください。ということで、メイクは全然完成してないけれど、ありがとう、バイバイ。